2015年4月の18日、高野山開祖1200年の法要の一つがもう始まっております。護衛官の皆さんが行動をしながら護衛官を唱えながら、こちらの方へ歩いております。昨日の我々が来た時は高野山はとても綺麗でしたけれども、晴れて綺麗でしたが、今日も本当にめでたい日でしたね。Thank you.